金の卵を2つ割ります。はい、今ですね、こちらの画面、ウォークモード、ロックかかっている状態で、はい、ロックを解除しておきます。で、このウォークモードをですね、解除すると、金の卵が2つ孵化します。ということで、早速ですね、ウォークモード解除して孵化させていきましょう。はい、解除。はい、金の卵が2つ孵化します。まず1個目、どうでしょうか。はい、ドラゴン、U ということで、はい、まあ、ちょっとね、これはいまいちかな。はい。もう1個は、どうでしょうか。はい、カメレオンマン U ということで、まあ、素材としてはですね、素質としてはいずれも U だったので、まあ、ちょっと正直いまいちだったかなというところでございます。というわけで、まあ、ただですね、先ほど手に入ったモンスターのスキルもね、ちょっと見ておきたいと思います。その前にちょっと、はい、卵の方をセットさせてください。ちょっとこういう卵をセットしておきましょう。ちょっと金の卵がね、まだたくさんあってですね、どんどん終わっていかなきゃいけないなというところでございます。で、先ほど手に入ったドラゴンとね、カメレオンマンだったかな。それをちょっと見ていきたいと思います。並び替えで入手順にすればいいのかな。はい。ということで、まずドラゴンの方ですね。ドラゴンは、火炎の息、灼熱サイクロンね。これ持ってると当たりということですね。まあ、継承玉狙いですね。いい継承玉。10% でですね、A スキル継承できますので、この灼熱サイクロンが、まあ、あればですね。まあ、先ほどのね、まあ、U のドラゴンとしてはですね、素質としては外れなんですけれど、これ持ってれば一応ね、継承の可能性もあるので、当たりということになります。はい。で、もう一つ、カメレオンマンですね。一応、まあ、スキルとしてはいまいちっちゃいまいちかもしれないんですけど、はい、バイキルト持ちだったので、まあ、こいつも一応当たりということですね。はい。一応、金の卵のね、いいところっていうのは、1万歩族以上のね、ランクのモンスターが必ず手に入るので、まあ、そういう意味ではね、かなり、金の卵ね、いいところはあるかなと思います。まあ、確かにね、1万5千歩が孵化にね、必要なので大変なのではありますが、まあ、それでも、それだけの価値はあるかなと思います。ということで、この後、ちょっと1回ガチャやっていきましょう。最近はですね、あ、ちょっと待ってください。すいません。プリズニャンがいるので、こいつを、ちょっと倒してですね、スカウト仲間になるかどうかチャレンジしていきましょう。仲間になってね、マヒャド持ってたらそれはそれで当たりです。はい、ということでちょっと戦闘お待ちください。今ですね、レベル69の、はい、パーティーをですね、レベルアップ中でございます。ということでこのパーティー、はい、まあこんな感じで戦闘終わりました。で、まあ戦闘終わった後にプリズニアンが仲間になったら、OK なんですけど、どうでしょうか。はい。どうでしょう。お、仲間になりましたね。まあプリズニアンの場合はですね、5000歩族ということで、まあ仲間になるだけではまだ当たりかどうかわからない。しかもね、波でしたよね。はい。で、まあ肝心なのはね、プリズナーの場合はスキルになります。持ってるスキルになります。ここでスキルをね、チェックしておいて、はい、キャダルコ、マヒャドをね、持っていないということで、まあちょっとね、残念ながらこいつは外れなので、バツ印をね、つけるということになります。はい、というわけで、ガチャの方をですね、一回だけやっていきましょう。最近はですね、ドラゴンクエストモンスターズコラボの、まあそのイベントでですね、そのドラゴンクエストモンスターズイベントのガチャが、1日1回なんですけれど、1日1回優勝100ジェムで、まあできるガチャがありますので、これをやっていきましょう。1回だけなので、まあほとんど、ね、いいのが当たるのは期待できないんですけれど、はい、これね、もうダメですね。もうこの時点で、はい、外れです。はい。というわけで。まあ、今回はね、外れでしたけど、まあ、以前はね、この1回ガチャでピックアップ2回出してますからね。まあまあ、とにかく、はい、今回はそういう結果だったということでございます。ということで、まあ、今回はですね、はい、金の卵をですね、2個孵化させるというもので、まあ、いずれも A スキル持ったね、やつが当たったんで、それはそれで良かったかなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。
はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。